住宅地から200メートルほどしか離れてないこのトンネル付近でクマが目撃されましたその後クマはすぐそばの藪の中に入っていったということです初海地市によりますと昨日午後7時前初海地市ヘラの西広島バイパス側道にあるヘラ第一トンネル付近で目撃者からクマがうろうろしていると連絡がありましたクマは体長1メートルくらいで その後、やぶの中へ逃げていったということですクマ、ねね、が目撃された場所は八日市市立佐賀小学校からおよそ400メートル離れた場所で小学校は今日臨時休校となりました八日市市では一昨日も熊の目撃情報が相次いで寄せられていて 昨夜目撃されたクマはおとといのクマと同じと見られていて警察などは警戒を強めています。